セクハラされたんですよ。謝ってくださいって。嫌だって。なんでお前そんな偉そうにされたの。なんで嫌なんですか。謝ってください。自分が取っとんだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。なんか今日これから社長がカンタ君の現場行く撮影に行くらしいじゃないですか。はい、はい、だから奥さんのちゃんに先回りでその現場に行ってもらって、はい、社長にドッキリを仕掛けようっていうのを思いついたんですけど。なるほどなるほど。僕関係あります。え、僕関係あります。いや、なんか悪魔の痛み分けみたいな。痛み分けと、まあ、あと悪魔の思考を持っとるから。そう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 、悪魔の思考がやっぱりあったら面白いから。面白くなるかな。まあ、社長のこと一番知っとるし。そうそう、そういう面で、そんなことないです。どういうドッキリすればいいのかっていうアドバイスをいただこうかと。確かにね、それはね、多分一番分かっとるよね、編集長はね。確かに、はい。まあ、多分現場におったら、おー、なんでいんのみたいな感じになるじゃないですか。まあ、そうだね、はい、で、管理だから、まあ、いますっていう風でね。うん、自然で、それは自然だもんね。で、そこで何かちょっと、あの、お二人で面白いこととかして、社長にドッキリと思うんですけど、なんかアイデアありますかね。何が一番ドッキリするんだろうね。もうなんかどうせやるなら嫌だよね、はい、あのなんかバレるのは。ドッキリだろって言われるのが。そうそう、初めてやるから、はい、もうやるならなんかやりたいよね。ガチっぽいみたいな。ガチっぽい感じ。確かに。なんか途中でなんかバレたらさ、なんかこっちもなんかね、腑に落ちんっていうかさ、やりきった感じじゃん。よっしゃってならんから。引っ掛けたいですよね。あ、そう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 。どんなんが引っ掛かりそう、今までの社長をよく見てて。夫婦ってことですよね。ってことになるね。そ、なんかそこでなんか面白いのができたらなって。割とリアルくなりそうじゃないですか、夫婦ってなったら。まあまあまあ、確かに。なんかいきなり殴り合いの喧嘩とかし始めても、多分普通の夫婦じゃなかったら殴り合いとかやったら嘘だろってなるけど。ちょっと待ってくださいね。うちら殴り合いの喧嘩しないし。いや、一個思ったのは、社長の前に女性の方を置くと、女性の方も セクハラじゃないですか。従業員の嫁でやろうと行くんですよ、社長は。するだろうね、目の前で。それ見てカンタ君が不機嫌になって、ちゃんがなんでその YouTube なのに。なだめる係ね、はい、でそこで軽く小喧嘩して社長が気まずくなる。あー、なるほどね。いけますこれは。確かにいいかもしれない。良さそうだけどね。え、でそれで社長が謝るかだよね。謝る、そのもしガチだったら。いや、もうだってカンタじゃない、カンタにごめんごめん、そういうつもりじゃないみたいな。これは別にこういう俺のこういうスタイルだからみたいな。ってなるか。社長でも男の人には謝る。そうなんだよね。ごと目とうんは言わないらしい。ごと目とうん、社長はごめんね、はい、言わないらしいです。あ、その男性には、はい、でもそうだよね、 YouTube 上でもさ、リリーちゃんとかにはさ、すいませんすいませんみたいな、ごめんなさいみたいな感じのノリはあるけどさ、確かに男の人に謝っとるイメージはないね。確かにないですね。ないよね。じゃあやめてけって言うんですよ。そんなに引き出ないんだったら、この冗談で通じるのかって。逆切れやば。そこで逆切れもやばいね。そしたらうちも、うちらどうすれば今、あがががががってなっちゃうよね、もう。怖っ。あがががってなったらやばいですね。でも良さそうだね。でもそうですね、なんか反応が気になりますよね。どういう反応するんだろうね。やばいやばい、戸惑いそうじゃないですか。だからそういう時こそカメラマンみどりちゃんにヘルプ求めるかもしれんよ。あー、確かにね、理想じゃない。目で合図するかもしれない。これどっちなの、本気なのか、いや、なんなのか。やるやる、ね、やる、めちゃくちゃやりますそれ。めちゃくちゃやる。面白そうですね、ちょっと。じゃあそれやってみますか。そうですね、うまいこと初ドッキリかけるよ、うち。社長にですか。社長にというか、もう人にドッキリかけるの。人にドッキリかけるの。初ドッキリが社長っては光栄ですよね。光栄、間違いない、光栄、すごく光栄です。ありがとうございます。じゃあちょっと頑張って皆さんの期待に応えれるようにしっかりかけてみますね。バレないように任務を遂行してきます。はい、はい、それではじゃあ行きますか、早速、はい、先回りしないといけないんで。はい、じゃあワープですね、はい、出た、ワープ。ワープ好きだね、本当。ワープするの。ちょっとワープは恥ずかしいので、なんならこれやろ。
おしゃれなやつ。うちの好きな YouTube の主婦ルーティンがやるやつ、このこうやって手でシューって隠して、でこうやったらシューッとこのおしゃれな感じ。新しいですね。ノリクエドさんいないでしょう、はい、それ面白い。いいですか、やらせてもらっても。はい、じゃあ現場に行ってきます。はい、お疲れ様です。あれ、おしゃれ、あ、いますね。お疲れ様です。なんか来た、カニなんで。おー、ジェリー、カニで来た。カニなんで、今日終わりなんで、うん、最後の確認で。あ、待って、さっき事務所行ったじゃん。そうなんですよ。ほら、飯を寄ってきたから。あ、なんですか。はい、もうあの後、書類とか用意して。夫婦でおるぞ。イケメンさん、動画撮りに来ましたわ。はい、動画撮りに来ましたわ。何の魔法になって、っ撮影 NG、 あの NG だな。公園行こう、公園。いい、今からいい。OK、理解した、大丈夫、できる。うちもあんまり理解してないけど。セクハラされたら絶対どっかの会話の流れでいつもの社長だったらするじゃん。やっぱ進化ったらおしまいなんだけど、絶対するっていう賭けだから。するか、いつもだよね。言葉でも、うん、言葉のセクハラもそうや。あ、動画なんか特にそうだよね、しやすいんで。そう社長もで絶対うちら揃っとるから、絶対なんかおちょくってくるよね。はい、それにカンタが突っかかる、突っかかるというかちょっと機嫌悪くして、はい、という感じ。書いてきた、書いてきた、書いてきた、書いてきた。見てますか、不審者。やばい、不審者。公園に現れた不審者。やばい、通報入らないといいけどね。確かに通報が入るそうで、やばい。通報されるんですよ。危ないっす、お金で解決。お金で解決。よし、いい、取る。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、もともとは事務所で声かけて、たまたまおったんだな。で、声かけてちょっとどうなの、こうなのって聞いとったら、なんかでも言っとったよな、YouTube のサムネとか文句言ってる。いや、文句言ってるとは一言も言ってないですよ。こんなサムネじゃねえ。いや、もうちょっとサムネを変えた方がいいよねっていう話したよね。ブランカ言ってるらしいじゃん。何言ったってな、計算しとる今。顔がなんかめっちゃ計算しとる。もうだな、これやってて。どうせ本当のことも言ってないけど、チラしか言ってないもんね。どこまで言ったんだこれみたいな。久しぶりに見たんだ、まあ、でも大事じゃないです。でも一回変えたじゃないですか。あのショーの恋愛話のやつ。あれも変えた、あ、変えたなと思って、うん、俺は見とってな。最近社長が言ったんですよね、うん、最近ディレクターがちょっとサムネちょっと緩いよな。緩いです。ちょっと雑だよな。雑ですね。最初結構面白かったけど、最近ちょっとこれは見んわって感じだよな。 見ようと思わんと。YouTube 班か、今度。本当ですね。真剣に考えてるんだなっていうのは思います。だからちょっとショーに言うわ。イケメン抜くわ。足場班から、足場班、 YouTube 班に。給料下がるぞ。いや、ちょっとそれだけは勘弁してください。それは勘弁してください。それは勘弁してください。どうしよう、せっかく悪口動画にしようかなと思ったんだけど。でもやっぱり視聴者みたいのはやっぱさ、かっこいい旦那と綺麗な奥さんで子供も仲良くて、もう見たい。ダメなところが、汚いところが。ダメなところか。汚いところが。ダメなところか。部屋が汚いとか、旦那はずっともうテレビゲームばっかやっとるとか、そういうがね、夫婦のダメなところみたいなんだよな。やっぱり視聴者もそう求めとるよな、絶対。そうですね。数字持っとるからって、お前仲いいとこばっかだけじゃないってこと。仲いいとこばっかだって、エッチしたい時うるさいとか。あんた、あんたそんなとこ、そんなとこそんな風に舐めたらあんたあかんわーって。これ使えるの、公共の。あんたそんなとこ舐めたらあかんて。子供を舐めて。目が輝いとるもん。楽しそう、めっちゃ楽しそう。輝いとるもん、目が。やばいな、お前らね。いや、もうめっちゃ勝手な妄想してやばいなって。お前ら。エッチもすんのよ。子供生まれたばっかりできんか？子供生まれたばっかではできないです。夫婦のあれは、保育体育は。保育体育？保健体育ですね。保健体育。あんの？そういうのあんの？保健体育。毎日言うの？いや、全然喋らんな。もう普段から喋らんの。普段から喋らない。二人でおって、子供とかとは喋るでしょ。子供とも家で本喋らん。そんなプラ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 は喋らんね。家で飲まんの。たまにしか飲まない。
パーネルズ夫婦でしゃべるとかなく、しゃもうエッチばっかか。しゃべるときしゃべる。もう酒物のしゃべらもうエッチばっかか。冷蔵庫とキッチンの前でエッチばっかか。どうしてもそこに持ってきたい。どういうとこが好きとかあるの？どういうところ？お互いに3個あげるとしたら。3個、うん、一番好きなところ行こうか。あるはい、あそんなこと聞いたこともないね。一番のくっこらこら一番こら子供作ってもミルクが出ないところどこどこなんあるのなんか好きなとこ3つですか、うん、好きなとこ3つあるどうぞ3つさすがやらせてください旦那をちょっと待ってください。ちょっと一回やりたいなと思ってちょっと一回やりたい。ちょっとなんか顔がちょっとツンってしてきてません？そうツンってしてるよ。なんか今日調子悪いよな。全然喋れんよ。なんかちょっと一回殴ってみようかな。もうちょっと殴れ、ね、殴れ動画中だから、まあ、今日暗いよ。え暗い。一回戻ったのこれ現場。え現場お客さんなんでなんで。いや多分お客さんがもう待ってる。待っとんじゃないの？どういうこと？いや、怒ってないですけど。何お前機嫌悪くなったの？いや、違うんですよ。戻った方がいいんじゃないかなって。うん、お二人で、よくないですか？動画。何怒ったの？何怒って、何も怒ってないですけど。なんで？仕事？現場？現場は関係ない。お前も受け取るのもね、関係ないでしょ。気まずいよ。夫婦喧嘩家でやるよ。え？夫婦喧嘩家でやるよ。夫婦喧嘩じゃないですか。どうした？何怒ったの？いや怒ってないですけど。YouTube 流せんくらいですか？さっきの。何よ。ペチャパイとか。そんなことないでしょ別に。それ冗談ね。カメラ回ってらんとこで。もう完全にセクハラっすよね。じゃセクハラだけど、別に普段からやっとるやん。普段からやっとっておかしいじゃないですか。僕の嫁なんで。それは分かるよ。俺の嫁じゃねえことは分かってるよ。そう、そこ考えてもらうと。それは分かるけど、だったらそんな怒らんでもいいから別に。でもセクハラじゃないですか。じゃセクハラは分かるよ。でもその動画だからだね。何お前はそんなに怒ってる。さすがにもう、ちょっと気持ち悪いです。何が？見とって気持ち悪いですね。何が気持ち悪い？こうやってセクハラみたいな感じで言って、それは謝る。いやちょっとキモいっす。さすがにキモいのは分かるもんね。まあ、俺もちゃんでいいかなと思って、まあ、ちゃんでいいかなと思って。いや、よくないっす。お前ら夫婦 もう知っとるもんね。お前まあまあちょっとやりすぎたことは謝るもん。もう分かった。それははい。じゃ謝ってください。謝っとるやん。誠意見せてください。どういうこと？謝ってないんです。いや謝ってない。ちゃんと謝ってくださいよ。何お前そんな大きなり怒って。いや怒るっすよ。気持ち悪いですもん。は？気持ち悪いですもん。何が気持ち悪い？そのセリフが？セクハラっす。そうだって俺他のやつでもやっとるやん。動画の時しか言わんじゃん。そのいやいやいや、じゃ分かるけど、とりあえずもうなしっすね、セクハラは。まあいいよ、分かった分かった。それは悪かった。ちょっと謝ってください。謝ってるやん。ヘルメットかぶりながら謝るもんじゃないですよね。何お前そんな言い方しちゃうの？謝るのはええよ別に。なんで俺がお前そんな物言いかされたの？いや、キモいっすから。どういうこと？気持ち悪いから。じゃあキモいのは分かった。でも誰に向かってお前キモいっとんの？その言い方ねえだろ別に。いや、冷静に話せよ。ヘルメット取ってくださいよ。やだって。なんでですか？なんで俺がお前にそこまで言われないの？セクハラされたんですよ。謝ってくださいって。嫌だって。なんでお前そんな偉そうにされたの？なんで嫌なんですか？謝ってください。じゃあ動画撮っとんだよ、こんなの。だって動画でもセクハラないっす。じゃあ俺がじゃあ普段からこう言っとるか？知らないっす。知らないっす。僕見てないんで。でも分かるだろ。だったらお前そんなもん普段からこう言っとりゃいいやいいよ。だったらやめてくだろう、会社。嫌だったこのこと。いや、分からんじゃないですか。我慢しとるかもしれんじゃないですか。気持ち悪そう。いや、しょうがないよな。だって。で、そんなことしとらへんし、
そんないきなりお前にいきなり生き生きりたたれてもかなわん。何をお前そんな怒ったの。とりあえずちゃんと謝ってもらっていいですか。謝っておれんけ。ちゃんと謝ってくださいって。なんだお前のちゃんとって。なんだ受け方か。なんで俺をそこまでお前に言われなあかん。いやとりあえずヘルメットぐらい取ってくださいよ。今謝ってずっとカメラ回しとるねんか。お前だろ撮影中にわーわー言い出して。終わっていいよいいよ、あれはちょっとやめてくださいって、次回からやめてくださいって。ほんでもう全パーだわや。それはカットしたらいいですか。何とお前カットと関係ねえやろお前そんなこと。お前もお前らはお前らだろ。そんなんだって。そも確かに悪いのは出て謝っとるもんね。その土下座しろとか何しろとか、お前なんで俺がそこまでお前言われて。だったらもう YouTube やれんぞこの。なんかやんねえじゃん。はい。はい。なんだその態度。もうちゃんと話しとるの。はい。すいません。謝って。すいません。ごめんなさい。じゃあまあ俺も悪かったけど。いや違うんです。いや違うんです。謝ってほしくて。違うんです。えてってれあの大体気づいたから、うん、ごめんなさい。ちょっと下手くそ。大体気づいたよ。いやなんかもうこれ仕込まれとんなって、ね、なんかちょっとちょっと出なかったな。もうなんか途中で分かったけどもうこれもう俺怒らなかんやつだなと思って。大体そのセクハラって言い出したでしょ最初。おっと思ったけど、いやなんかもう最初からずっとおかしかったでしょ。なんかちょっとちょっとツンってなんかね。何よお前。はい、いや違うんですよ。でどういう機会があったの。俺を切れさせるだろうどうせ。そうなんです。いやなんか来るんかな来るんかなと思ってたけど、なんかだからちょっととりあえずまあ反応しろだろうと思って。そうなんです。初ドッキリなんで社長に初ドッキリを仕掛ける側なんで、うん、いつ決まったの。だって俺今日昼間来ることになったじゃん。急遽なんです。社長がカンタの現場に行くってなって、うん、私も本当に来る予定があったんですけど、うん、ちょっとリリーちゃんと編集長と話をして、うん、先回りしてドッキリ仕掛けようっていう、うん、こいつがそんなんできるわけねえな。私と三つ私編集長とリリーちゃんでちょっと話になって、じゃあ先に行ってくるっていう風でちょっと事情をたくさん散々説明したんですが、彼にはちょっと切れる作業はやはり聞いた今聞いたここで聞いたお前来て先回りしてきて、先回りしてきてちょっと説明をして、あのさっき社長ができるやんこんな演技できるやん人間じゃねえもんもうマスクやから。いやなんかあこれもしかしてと思ったんだわ。そのなんかセキュラがどうちゃこうちゃってあこれ本当にまずいかなって一瞬思ったけどでもよくよく考えたらそんな絶対言うやつじゃねえもんなと思って。ダメじゃん。声出んかったそう。失敗だよこれはもう。だって本当にあれだったらだってもうちょっとカメラ止めろってなるじゃん。もう普通にこいつも撮っとるし後ろで普通に撮っとるし。でなんか止めるタイミングがなくなったかなと思って。ああそういうことね。いやさすがに長かったぞこいつの。なんかこの茶番いつまで見ようかなって感じだよね。そんな出られなくて俺もなんかそこに合わせとったじゃん。むっちゃなんか こうなる。なんかそう最初こう来てこう来てこうちょっと来たじゃん。こういう感じだよね。なんかもう来るぞもう来るぞって思ってあパーって言って手紙とかって俺も言ったのかなと思ったらずっとテイクイーコーでなんかアメリカまで行っちゃったよね。なんか大変申し訳ございませんでした。すまんわお前らの企画。すいません。ダメっすねこいつら本当。お前だってよお前全然ダメだなお前ら。お前だろ。あいたわ急に喋り出すじゃないですか。こいつに話持っていくこと自体おかしいんだって。もうしっかり社長を引っ掛けたかったのにな。手柄いねえや。リベンジしよう。えもうやらせは勘弁してもう無理だよもうやらせが全面に出すぎてなんか怒ってる口調が怒ってないですもんね全然怒ってないんだよ。大読みでしたからですね本当にあれで切るとやばいよやばいだこの動画大変申し訳ございませんでした。終わり。すいませんでした。完結。宣伝していい。ちょっと宣伝したことからでいい。どうぞ。来劇闘争とお客さんのマッチングと、もう本当これも登録者が増えてますんで、ぜひそちらの登録と
あの求人だな、求人マッチングやってます。でこれちょっと説明詳しく多分出とると思うんですけど、もう本当に業者これ完全無料で500社とか集まってきとるから、これ人集めるのに何百万何千万だからね。本当その世界を無料で達成して、もちろんだっていいサービスに、まあサービスにも力入れるんですけど、本当に普通の業界のもう半分3分の1とかでやれるようななんか作りたいなと思ってますんで、ぜひ皆さん登録して協力してください。お願いします。で、あの初期登録のやつだけを3ヶ月間は無料で使えるみたいな、である程度アップデート重ねた後にもう有料化しようみたいなこと考えてますんで、ぜひ使ってください。登録お願いします。お願いします。お願いします。またねー。